<laughs> すげえ切れ味。<ー>はいい皆さんこんにちはとつです<お>本日は「失格門の最強賢者」<お>こちら見ていきたいと思います。 え、本日ね、まあ、こちらリアクションさせていただくんですけども、まあ、この曜日もね、また面白そうな作品がいっぱいということで、まあ、何を配信していこうか迷っているわけなんですけども、とりあえずまず第1話はね、まあ、気になったものを全部見ていこうと思いまして、その中で今回ね、ちょっと体力があったんで、これまず1話ね、リアクション取らせていただきたいなと思います。まあ、みんなも最初アニメ見るときってそうだと思うんだけど、気になるものやっぱ片っ端から見ていくでしょそれと同じで、まあ僕もリアクションをね、最初全部なるべく気になって、 ものをやっていってていその中で途中でねまた少しずつちょっと精査していきたいなと思うんでご了承ください、えー、というわけで何分ね第1話なんでちょっとね内容分かってない部分もありますし早速本編いきたいと思います、うん、えーというわけで皆さんも録画したものもしくはビデオンダもを使って一緒にお楽しみください簡単なースタートですよろしく頼むぞさあ始まりましたね なんかすげえ怪しい雰囲気だな。おお、えいきなりいるね。戦いからん出たあれがの、その失格門とかって呼ばれてるやつなのかけど強いんでしょいや強えじゃん、ほら。だからやっぱこの世の中ではなんか失格的に扱われてるんだけども、 何かその制約みたいに取っ払うと実は超強いみたいな感じなのかなこの主人公。ダメうん。成長の余地はない。第一問。うん。んいくつあるんだ、これ。ああ、これは第四 このダイヤみたいなのが増えてくとあれかああこれが欲しいとえじゃあどういうことなの失格門ってけど今のあの紋章で何とかするんでしょうんえ消えたのえどういうことこっから何転生みたいな感じなのかなさあ始まりました第1話最強賢者現るうんだからもうあれなんだろうねさっきのはビューって空が鳴ったので 転生とか、ああもう手に入れてる。いや、しかももう、結構いい歳。だから転生して、もうだいぶ時間経ったんだね。12歳。うん。で、もう、能力とか知識は多分引き継いでるんじゃないえぼっちゃんの紋章はどういうこと だってこの紋章すごいんでしょこれあれかな転生するまでに結構時間が経っててこの紋章がなんかそれこそあんま使えない紋章的な扱いになってんじゃないかなあ天才級って言ってたけどあもう倒しちゃったのもしかして戦闘シーンやらないけど端折 <laughs> られた <laughs> すげえけどえー 鉄ああ今の剣かいやいやいやだからもうすでに超強いんだってこの子だって中身多分あのまんまでしょまああとは今学校みたいな感じの話してたから、まあ、これから可愛いい女の子とかがねいっぱい出てきてハーレム的な展開もあるんじゃないかなって言ってたら来た いや、これ絶対あれだろう。同級生だろう。さあ、どんなかなうーん、ショートだね。魔剣ん。ん質がいい。負け的なものがあれなのかな 結構おおんか喋り方がちょっと男の子っぽい見た目もだけどうん一人で撃てるもんじゃないなんかこれあれかなこの魔剣すらさこの主人公作っちゃうとかそういう感じかなあの斬鉄って呼んでたのも実はすげえ剣なんじゃない うん <laughs> ほら <laughs> まあできるだろうなきっといやできるんすよおっさんうんいや前にほらえ失格もあれが 第4問が失格問だって。うん、それ何うん。いや、いきなり信じてくれてありがたいけど。なんであれが失格問なんだろう。うん。この子がメインヒロインしょ <laughs> えこの子いくつなのこんな呼び方してくるけど。同級生になる子じゃないのか うん。アルマ。僕っ子ね。うん。え嫁がされるのが嫌で。学校に通うわけではないのかマティ。いやいやいや、スキンシップが激しい。<laughs> いや、ウブ。<laughs> ね<え>あーそれもう一人の。あー来た。ルリー。 いや、可愛いっぽいぞ、こっち。いやー、そういう感じですか。まあ、王道だね、こっちは。うん。マーティー作ってくれるってよ。<laughs> いやいや、何,何、何前世で全然女の子と接してこなかったのかな、ケミは。しかも、なんかもう、惚れてるっぽくない、マーティー <laughs> <laughs> そういうことね。<laughs> それでこんなあれなんだ。人に対してのコミショウなんだ。<laughs> いやいや、君も、君も惚れたのか一瞬でこんなこと言って。もう今のこれを言ってる時点でね。<laughs> 違うよ。あなたに興味があるんだよ、すでに。もう、産ぶ同士だとめんどくせえな <laughs>。ああ。 きた。ああ、普通はもっと特別な場所でやるのか。さあ、うん。斬鉄、また、ここで。え、もう終わり <laughs> 早っ。<laughs> うん、もっとあれか、時間かかるのか。 なんかすごいエフェクトとか出るのかなと思ったんだけどね。シュピーンで終わっちゃったね。うん。<laughs> すげえ切れ味。えー、危なすぎじゃないいやいやいや。もうチートだね。もうこの武器だけでもすごいじゃん。 もう武器屋さんやればね <laughs> 武器屋さんやってスローライフ送ればいやいやいや床にも刺さっちゃってるし石のひこくりんいやまあけどそういうことになるよねそんなスカウトするわこんなすごい子見たら。 ああ、そういうのもあるのね、試験が。いや、けど、ここでまたとんでもない成績残すんじゃないのそれかなんか悪目立ちしてみんなに嫌われちゃうとか。戦術学。あーやっぱ結局通うんだ、この子も。 いや、だからこの子たちとなんかパーティーみたいな組むみたいな展開になるのかなおお <laughs> 剣切っちゃったよ。<laughs> いや、けど剣切れてるよ。<laughs> 気づいてないかい。<laughs> いや、もうこの剣やば。うん。いや、もう実力というより、剣の力のおかげってところは大きいんじゃないうん <laughs> いや目見れないのね <laughs> さあ来たよいや楽しみだなんまあ変わったのは、まあ、急になんかちょっと強そうなああそれで出てきたの負、まあ、けるまたやられちゃうんだろうねカストル うん。昔あれかな一緒に冒険してた仲間なのかなじゃ結構強い人なんだろうな本当に。けどあの剣作った人だからさ、マーティー。この剣もっとすごいんじゃないのうん。いけいけ、やっちゃえ。うん。な、なんだ今の なんか出たな。何したんだろう。いや、それがもうすごいことなのね。いや、さすがに剣は切れないのか。いやいやいや、勝っちゃったじゃん。<laughs> 意外とあっけない。<laughs> うーうん,ん あま的は魔法なのねいやいやこれもあれじゃないこの会場ボーンとかなっちゃうんじゃないのマティがやったらおこの子のもんはあれかな一番最初の主人公がついてたもんかな、うん、うんうんうん ああ、そういう感じなの。まあ、あ確かに。いや、だからそこら辺がおかしいんだよ、きっと、この世界。失格門って言われてるし。いや、ほらほらほら、みんな言ってることおかしいぞ。うん、第一問。うわー逆になっちゃってるじゃん。 くもこれがねうんいやいやもうぶっ飛ばっしちゃえぶっ飛ばっしちゃえあの的 <laughs> いやいやカチーンやっちゃってくださいよほうえそんなの 意外とデメリットがあるんだね。うん。でも、効果力であれか、一体ごと吹っ飛ばしちゃうみたいな。うん。でどれくらい経っちゃったのよ。ああ、やっぱり、効果力でね、一体ごと、<laughs> やりましたね。 もう剣術も魔法も完璧じゃん。さあ、後半です。あ、なに入学うん。けどもさ、学ぶ必要とかあるのこの子。学校とか行って。ねえ。今更。いや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 、かわいいけど。<laughs> いや、はにかんでるね。 あ気づいたうん。いやいや、あえていじってきたな。いや、マーティーピュア。<laughs> ああ、校長。ああ、男なのね、ムキムキの。なんかセクシーなお姉さん系かと思ったけど。うん。第二学園。ああ。 ってことはあれか学校とのあれがあるかな戦いがいやけどそれくらいがいいじゃんだらだら話されるよりおっと名前呼ばれたああ目つけられちゃったのねもうあんなことしたから派手に目立っていやないないない もう制服もらえてるしああ後ろに何の話かな <laughs> ちょっと待ってめっちゃいる <laughs> 先生方かなうんはいはいはいお父さん気になるなちょっと うん。協力なんだうん。あ逆に教えていくことになるのか、マーティーが。失われた、そんなの使っちゃったのね、12歳で。 うんあそのレベル。うん。あやっぱ、もう先生側じゃん、これ。え邪魔あ早速 <laughs> いきなり出てきたよ。もっとアートに何かあんのかと思ったけど。はあ。 うんじゃあそこのお貴族様たちをちょっと古典版にしてあげなきゃいけないんじゃないかこのあとうんまあレベルが低いあれなんだろうね文献なんだろうねほーらきたもう早速だ うん。ああ、みんな使えるようになりそうだな、これ、こっち側。いや、もうやるっけないでしょ。だよね。いや、みんなも。<laughs> もうこのさ、主人公と同じもんを持ってる人はいないのかなこの子たち、まあ、さっき第一問だったけどさ、 ライオンは <laughs> 出た <laughs> マティ <laughs>、うん、なんで君が <laughs> いやそれ偉そうなのよ <laughs> いやーいいいはっは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 でさ注目浴びて転生してはってなっちゃうよね 魔族ああだからやっぱそういうのも出てくるんだなこのあとおいやいやいや先生当てた何とか一発うんいやすごい先生今第2問だったかなえもう <laughs> 超はしょってない いやいやいや練習のシーンとか何もなかったんだ。<laughs> いや、魔法もあれだけど、剣めっちゃ長えな。<laughs> さあ。うん。けど、そんな早くあれなんだね。習得できるようなもんなんだね。けど、ここの学校の子たちはあれじゃん。 超チートな集団になりそうだけどうんそこ何なの誰か無縁症で使え無縁症とかをなんか牛耳ってるやつらがいるんじゃないかなっていうわ人ともうんそこもまずあれなんだね うん、いやーすごい。いやこれさもうこのあとすぐすいや,やっぱや,やるんだねもう1話目で,でこういう学校同士の戦いとか大体ね中盤手前くらいでやるけど。 いやいや、それ、いるんじゃないいやけど、もう、マティの前に、ヒリ伏すでしょ。ああ、いるんだ。えすげえじゃん。やばいね。魔族なんじゃないそんなことはない <laughs> うん、やっぱ戦うことになりそうだな いやーマティーやるんだろうね、うん、むしろこんなに衰退してたらさ魔族に牛耳られててもおかしくないと思うんだけど人間側よくあれだったね残ってたね人間世界また悪そうなやつらだあこいつがそうなの魔法の申し子 <laughs> いやいや65もう65年間ずっとあれなの栄光もんうんえ魔族やっぱりうんはあいやけど魔力量10倍はやばくね え、しかも三人いや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 、なんで三対一なのもう全然説明なかったけど、学校のルールというか戦いの。いいぞ、いいぞ。あ、ああ今無印象であれだったね。うん。いや、それそれ。あ、今のあの顔知ってるんじゃないこの学校のやつ、なんか。 うん、人間側の偉い人たちと、魔族、ちょっとあれなんじゃないかな。繋がりがあって、うん。で、そう衰退させたんだよ。人間側もそこにちょっと加担してるんだよ。うん。 あ、そういうことか。はぁ。いや、けど、もう魔力量が上でもあれだね。マティの方が全然上なんだね。いいぞいいぞ、やっちゃえ。んああやられて、姿現した。あ、何強制的になる。うーん。 この姿を表すようなあれだったんだね。技だったんだね。だってもう名前が <laughs>、ねえ。え知らなかったの君。なんかしてそうな感じだったけど。いや、展開が超早いね、このアニメ。<laughs> うん。 こうあーじゃあもうそこを切っちゃうのか <laughs> やばマーマティうんいや倒しちゃったよ1話目で学校の戦いも終わり賢者ガイアス よくその第一問であれだね。追い込んでたね、魔族を。 はい、というわけでね、今回第1話リアクションさせていただいたんですけども、まあ、この後放送される、えー、その奇世界人形は恋をする、あと、あけびちゃんのセーラー服、まあ、こちらも見させていただいて、まあ、その内容でね、まあ、ちょっと評価させていただいて、まあ、来週以降土曜日何配信するか決めていきたいと思います。まあ、今回の第1話に関してね、えー、皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画を2つご紹介しました。バイバイ。